はい、では YouTube をご覧の皆様こんにちは。 RWS ドリブル塾愛知岐支部代表加藤コーチです。今回の動画ではリクエストが多かった脱力トレーニングについて、やっていきたいと思います。で、脱力っていうのは、言葉の意味で言うと力を抜くっていうことになるんですけど、脱力トレーニングをすることによって何が良くなるかっていうと、ドリブルとかタッチがすごい滑らかになります。なので僕のドリブルとかもよく加藤コーチのドリブルすごい滑らかですねとか気持ち悪いですねって言われるんですけど、それはこういったこの動画でやる脱力トレーニング、何を意識して、体を動かすかによって、タッチとかが滑らかになってくるので、ぜひ知識の一つとして、脱力トレーニング、やってみるようにしてみてください。では早速、解説に移っていきたいと思います。ちょっと風が強いんでちょっと聞きづらいかもしれないですけど、ぜひちょっと最後まで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では、まず、脱力についてやっていくんですけど、まず一つ目は体の使い方で、二つ目はボールの触り方っていう感じで、2ステップに分けて、説明していきたいと思います。で、まず一つ目、体の使い方、脱力する時の体の使い方について、やっていきます。で、まずは腕、この腕をうまく力を抜くっていうのをやっていくんですけど、本当に脱力できているかどうかっていうのは、体をまず手の腕の力全部抜いて体をこう左右に振ってください。で、この時に腕っていうのはこうやってプラーっていう感じで、自然と、体をこう左右にしたら、動くと思います。この状態を常に意識してやってみてください。腕の力をもう抜いて、こうやって気をつけのままこうやって腕をピシッてやるんじゃなくて、もう自然に腕が動く状態にしてあげるっていうのがまず一つ目です。で、これを、ドリブルで意識してやってみると、こんな感じでこうなんかもう腕が自然とこう動くような感じでやると滑らかさっていうのがすごい出てくると思うので、この腕の力を抜くっていうのをまず一つ目ポイントとして、意識してやってみてください。二つ目は膝の使い方について、やっていきます。これがすごい脱力トレーニングで大事になってくるんですけど、膝を軽く曲げます。この状態ちょっと軽く曲げてください。横から見るとこの状態からこの膝がちょっとほんの少しだけ曲げた状態にしてください。そうすることによってうまく体がバネになります。で、このバネの使い方っていうのを、意識してやるとドリブルがより滑らかになるので、ドリブルするときは常に膝を軽く曲げた状態で、ボールを運ぶようにしてください。これも、意識してドリブルすると、例えばダブルタッチかわすときにドリブルして、このダブルタッチわかりますかね、膝がちょっと曲がった状態でこうダブルタッチする瞬間にグッて下げて伸ばすみたいな感じでやると滑らかになるし、まあこれは常にドリブルするときもこうやって膝をうまく使う、この膝のバネっていうのをうまく使ってあげるとより、力が抜けた綺麗な脱力したドリブルになるので、この体の膝の使い方を意識してやってみてください。で、今、言ったこの腕の力を抜いて膝を軽く曲げた状態、この姿勢でドリブルをするとドリブルがすごい滑らかに、見える形になります。力が抜けた綺麗な、ね、ドリブルになるので、そこの2点、まず体の使い方としてはそこを意識してやってみるようにしてください。で、次にボールの触り方についてやっていきます。で、ドリブルが滑らかって呼ばれる人の、まあ、大きな特徴としましては、ボールが足から離れないボールタッチっていうのが、滑らかに見えるためのすごい大事なポイントになってきます。なので、例えば分かりやすい例でいくと、ダブルタッチするときにボールをこうやって弾くダブルタッチとボールが足から離れずに押し出すダブルタッチがあるんですけど、どちらが滑らかに見えるかって言ったら、多分2番目のボールが足から離れないダブルタッチっていうのがすごいタッチ的には滑らかになると思います。これはエラシコとかも全部一緒で、弾くようなパパンっていうエラシコと、ボールを押し出すエラシコっていうのはやっぱり、ボールが足から離れない方のエラシコの方がやっぱ滑らかに見えるので、常にボール触るときにボールが足から離れない、ボールが足から
離れないようにね、ボールが常に足から離れない状態っていうのを意識して、ドリブルすると、滑らかに見えるので、まあまずはそこのゆっくりでいいので、ボールが足から離れないように押し出す、押し出す、グッて足から離れないように押し出すっていうのを、意識して、練習してみてください。タッチが滑らかね、脱力できたドリブルっていうのがなんで、プラスになるかっていうのを、皆さんに軽く説明していきたいと思います。で、こうやって体うまくこっちから抜けてるっていうことは、要するにこの体の使い方、上半身の使い方がうまいっていうことにつながります。で、これっていうのは例えばこうやってもう本当に力がすごい抜けてる選手っていうのは、ボディフェイントやるときに本当に相手からすると、どっちに行くのみたいな、どっちにどっちにどっちにどこに行くか分かんないですよね。まあ例えば酔っ払った、お酒に酔っ払った人ってこうやってふらーって歩くと、やっぱ右に行くの左に行くのみたいな、おっとっとどっちみたいな感じで、やっぱり、お酒飲んでる人とかってやっぱ分かりづらいじゃないですか。何考えてるかも分かんないしっていう感じで、こういった体をうまくこうやって力が抜けてる、この力をねうまく抜けてる人っていうのは本当に予想がつかない、ドリブラーに、なれると思うので、ぜひこの体を、しなやかに体を、力抜いた状態で、滑らかにボールタッチするっていうのを、まあ一つの武器として、まあ一つの知識として、この動画を参考に、まあちょっとね、チャレンジしてみてください。で、別にボールタッチ滑らかにするドリブルも僕はもちろんできますし、逆に早くねパパって、すごいキレのいいドリブルとかも別にできます。滑らかだから全部滑らかじゃなくて、いろんなドリブル、例えば一瞬で、キレのあるドリブルをみたいな感じで、一瞬で、今ちょっと動画外行っちゃったんですけど、一瞬でキレのパパンっていうドリブルとかも別にできます。なので、自分の、まあ、引き出しの、ドリブルの引き出しの一つとして、ぜひ脱力、ボールタッチ滑らかにするっていうのを、まあ、持っておけるようにね、してみてください。はい、では、動画いかがだったでしょうか。今回やった、脱力トレーニングっていうのはまあ一つの本当に引き出しとして、ぜひ持っておけるようにしてください。僕とかは本当にその力を抜けたドリブル、滑らかなボールタッチのが、一つのまあ特徴、加藤といえば滑らかみたいな感じで、やっぱりこう印象に残る、選手になります。なので、ぜひ、こういったね力の抜き方とかボールタッチの滑らかさとかっていうのも皆さんぜひ僕の動画を参考に、練習してみてください。で、現在今愛知県で、月曜日が刈谷校、火曜日が、知立校、水曜日豊田校で、岐阜が岐阜校で、木曜日が豊橋校で、金曜日が岐阜の蟹校と、北名古屋校っていう感じで、愛知県で今7校、スクール RWS ドリブル塾のスクールが、活動しております。なのでぜひ、体験、ご参加ご希望の方は、公式 LINE 追加していただいて、ご参加お申し込みのほどよろしくお願いします。では動画ご視聴ありがとうございました。